ブトレーナーさん、もっと急いでください。オグリさんの最後のレース、ゴールの瞬間を見逃しでもしたら一生後悔することになりますわ。言いましたでしょ、オグリさんの走る姿を、勇姿を目の前で見たいと。後続が迫ってくる。しかしオグリ先頭、オグリ先頭。してしまいます。ほら、私の手に捕まって。オグリ先頭のままゴール。オグリ1着、オグリ1着です。スーパースターウマ娘オグリキャップ、トゥインクルシリーズでのラストランを奇跡の勝利で飾りました。オグリにも俺にも意地があるからな、終わっただなんて言われたら逆に燃えるってもんだ。あ、お疲れ様ですトレーナーさん。そうですわ。だってトレーナーさんもオグリさんもこんなに素晴らしいレースをしたのですから。会場が揺れるほどのオグリコールです。3時のコールが会場に響き渡っています。いや、俺はもう限界だよ。最後の意地で今日まで頑張ってきたが、これで完全にガス欠だ。だから当初の予定通り、チームシリウスはお前に託す。しっかりとマックイーンの支えになってやれ。菊花賞を勝って今のマックイーンは成長のピーク真っ只中。お前とマックイーンのコンビなら間違いなく G1 戦線の中心になれるはずだ。そうですわね。サブトレーナーさんは
ちょっと頼りないですから、逆にこの私が支えて差し上げますわ。私が春の天皇賞を勝てば、少しはサブトレーナーさんも自信がつくでしょうし、どうぞご期待くださいませ。早速尻に敷かれちまってるじゃねえか。けど本当に楽しみだな。俺の作ったシリウスがどんな風に変わっていくのか、お前たちの活躍を期待してるぞ。